カリウムタートブトキシドとは、有機化学で用いられる金属アルコキシドの一種。タート、ブトキシドアニオンとカリウムイオンからなる塩で、タートブチルモトを略して、T ブック。吸湿性を持つ無色の粉末。立体的にかさ高い性質と、有機溶媒への可用性により、嗅覚性の低い強塩基として様々な有機合成に用いられる。他のアルカリ金属アルコキシドと、 同様、タート、ブチルアルコールに金属カリウムを加えると生じる。水に触れると、加水分解を受け、タート、ブチルアルコールと水酸化カリウムに変わる。上実のように、嗅覚性の低い強塩基として用いられる。例えば2分子のエステルが反応するくらい、全粛合において水酸化ナトリウムやナトリウムメトキシドなどの塩基を使うと、 カルボニル炭素への嗅覚攻撃が起こり、加水分解や、エステル交換反応が起こってしまう。そこで、カリウムタートブトキシドを用いると、立体障害のために、嗅覚攻撃はせず、エステルの α マイナスくらいのプロトン引き抜きのみを、起こすため、副反応が抑えられることになる。タートブトキシド単独では、塩基性が不十分な場合、添加剤を加えることで、 さらに塩基性を高めることができる。ヘキサミチルリンサントリアミドなどの極性分子、18、クラウンマイナス6などのホスト分子が用いられる。N、ブチルリチウムを加えた、不可体は、シュロッサー塩基と呼ばれ、例えばトルエンのメチル元からプロトンを引き抜くなどの、非常に強い塩基性を示し、超塩基の一つとされる。タートブトキシド同様に、 嗅覚性が低く、さらに強い塩基として、リチウムジーソプロピルアミドやカリウムヘキサメチルジシラジド、リチウムマイナス2、2、6、6テトラメチルピペリジドなどの金属アミドが用いられる。ありがとうございます。